海道廃止予定駅巡り4日目、霧の旭川駅からスタートします。乗車するのは宗谷本線の一番列車稚内行きです。キハ54の2両編成です。以前ですと名寄で切り離される後ろの1両はキハ40でした。この列車に乗車し、最北端の廃止予定駅宇多内駅を目指します。名寄で後ろ1両を切り離し、ここからは1両編成となります。宇多内駅に着く頃には乗客は他に誰もいませんでした。2021年3月に廃止になった安牛駅を彷彿とさせる風景です。車掌車を利用した駅舎となっています。駅の周囲には民家が数軒あります。ごく一般的な両駅の駅舎内です。停車する列車は合わせて6本です。駅ノートがあります。コンクリートの土台がかつて駅舎があったことを伺わせます。かつて名寄川の隣の駅は下中川駅でした。2001年7月1日に廃止となりました。駅から数分のところにある手塩川に架かる宇多内橋からの風景です。こちらは宇多内小学校の跡地。現在も校舎と体育館が残されています。
ので旭川駅に乗り換えます。キハ2615000番台ラベンダー編成によるサラベツ1号稚内行きです。車内から名寄高校駅の建設地を見てみます。名寄高校の校舎が見えます。東風蓮駅を通過します。風蓮で下車しました。快速列車は東風蓮には止まりません。宇多内駅を訪問した後、東風蓮に行くには快速列車に乗り、風蓮駅で下車し、旭川方面からやってくる普通列車に乗り、東風蓮に向かうことになります。駅舎内は待合室を完備しています。駅ノートもあります。本棚も完備しています。爆音、とにかくかわいい、呪術廻戦、からかい上手の高木さん、上野さんは不器用、ゴールデンカムイ、グレープニルなど話題の作品が揃っています。下の段は小説、リング、ソードアートオンライン、ハイヨレニャルコさん、ジョゼとトラと魚たち。一番下の段には谷村直樹先生の本があります。普通列車名寄駅に乗車し、いよいよ東風蓮駅を目指します。Take a number ticket.
こちらが東風蓮駅です。周囲には民家が数軒あるほかは畑が広がっています。プレハブの駅舎があります。駅ノートがあります。そして座布団が椅子に敷かれています。停車する列車は上下それぞれ4本とちょっと少なめです。ホームは一面一線。かつてはホームが反対側にあったそうです。東風蓮駅から名寄高校まで歩いてみました。しばらく田園風景の中を歩きます。民家が徐々に増えてきました。途中から街路樹のある歩道になります。綺麗な紅葉を眺めつつ左手には名寄高校が見えてきました。こちらが名寄高校。この道路を進むと名寄高校駅があります。こ
ちらが建設中の名寄高校駅です。コンクリートの土台のホームの意外としっかりとした作りです。日が暮れてから東風蓮駅に戻ると、あのプレハブの駅舎には明かりが灯っていません。それもそのはず、あのプレハブ駅舎には照明器具がないのです。旭川から特急カムイに乗り札幌に戻ってきました。これで4日目は終わりです。